IBM701 のウィリアムス艦スワックのウィリアムス艦のメモリパターンウィリアムス艦またはウィリアムス・キルバーン艦は陰極線艦を使用したコンピュータの記憶装置でブラウン艦の一種とすることもある名前は開発者であるフレディ・ウィリアムスとトム・キルバーンに由来するこれは 初のランダムアクセス可能な記憶装置であり、いくつかの初期のコンピュータで使用された。ウィリアムス感は陰極線管上にドットのグリッドを表示することで動作する。CRT の動作原理により、各ドットに静電気の電荷が発生する。各ドットの位置での電荷は、ディスプレイのすぐ前にある薄い金属板で読み取られる。時間の経過とともに、 ディスプレイの表示は薄くなるため、定期的にリフレッシュする必要がある。それまで主流だった水銀遅延線は、水銀中の音波で記録していたため、情報の伝達や更新に音速の制限があった。ウィリアムス間では、その制限が、真空管内の電子の速度となるため、より早いサイクルで使用できる。ただし、ドットの間隔を短くしすぎると、 電化が、周りのドットにも影響を与えてしまうため、ある程度の間隔を空ける必要があり、小型化が不可能だった。ウィリアムスとキルバーンは、イギリスで1946年12月11日と1947年10月2日に、特許を出願し、その後アメリカで1947年12月10日と1949年5月16日に、特許を出願した。 ウィリアムス間は陰極線間で発生する二次電子放出という現象を利用したものである。電子ビームがディスプレイ表面の蛍光体に当たると通常は蛍光体が点灯するがビームのエネルギーが所定の式位置を超えると蛍光体から電子が飛び出す。この電子は短い距離を移動して CRT の表面に引き寄せられ少し離れた場所で CRT の上に落下する。全体的な効果としては、電子が不足しているビームのすぐ近くの領域では、わずかに正の電荷が発生し、それらの電子が着地するドットの周囲ではわずかに負の電荷が発生する。結果として生じるポテンシャル移動は、電子が元の位置に戻るまでの数秒間、管の表面に止まる。その寿命は、 蛍光体の電気抵抗と緯度の大きさに依存する。ポテンシャル緯度を生成するプロセスを、コンピュータメモリの書き込み操作として使用し、二進数の一桁、すなわち、ビットを格納する。ドットやスペースの集合体、多くの場合、ディスプレイ上の横一列が、コンピュータのワードを表す。ドットの大きさや感覚と寿命を、隣接するドットとの干渉を防ぐ能力には、 関係がある。このため、メモリ密度には上限があり、1本のウィリアムス間には通常1024から2560ビットのデータを保存することができる。電子ビームは本質的に完成がなく、ディスプレイ上のどこにでも移動できるため、コンピュータは任意の場所のデータにアクセスすることができるので、ランダムアクセスが可能なメモリとなる。 一般的にコンピュータはアドレスを X と Y のペアとしてドライバ回路にロードしタイムベースジェネレーターを起動して選択した場所を送印し通常はフリップフロップとして実装されている内部レジスタからの読み出しまたは書き込みを行うメモリの読み取りは書き込み動作によって引き起こされる二次的な効果を利用して行われる書き込みが行われる 短い時間の間に、蛍光体の電荷の再分配により、近くの導体に電圧を誘導する電流が発生する。これは、CRT の表示側のすぐ近くに薄い金属板を置くことによって読み取られる。読み出し動作中、ビームはディスプレイ上の選択されたビット位置に書き込みを行う。 先に書き込まれた場所はすでに電子が消耗しているため、電流は流れず、金属板上には電圧がかからない。これにより、コンピュータはその場所に位置が記録されていると判断することができる。もしその場所が以前に書き込まれていなかった場合は、書き込みプロセスによって、ポテンシャル移動が作成され、金属板上にパルスが読み込まれて、例を示す。 メモリの場所を読み取ると、そこに何が記録されていたかに関わらず、電化が発生し、その場所の元の内容が破壊されるため、データを元に戻すために、読み取った後に再度書き込みを行う必要がある。いくつかのシステムでは、これは CRT 内部の第二電子銃を使用して行っている。これは第一電子銃でデータを読み取っている間に、 その前に読み込んだ箇所にデータを書き込むものである。ディスプレイは時間の経過とともに薄くなっていくため、同様の方法でディスプレイ全体を定期的にリフレッシュする必要がある。しかし、データを読み込んですぐに書き込むため、中央処理装置で他の処理を行っている間に外部回路でこの動作を行うことができる。このリフレッシュ動作は、 D-RAM のメモリリフレッシュサイクルに似ている。リフレッシュ処理を行うと同じパターンが連続して表示されるため以前に書き込んだ値を消去できるようにする必要があった。これは通常元の位置のすぐ横のディスプレイに書き込むことで達成される。この新しい書き込みによって放出された電子は以前に書き込まれたポテンシャル移ドに落ちて ポテンシャル移動を埋めることになる。ウィリアムス管の中には、レーダー型の陰極線管に蛍光帯のコーティングを施して、データを視認できるようにしたものあった。このコーティングの有無は、管の動作に影響を与えず、管の表面は、ピックアップ用の金属板で覆われていたので、オペレータにとっては重要ではなかった。木に見える出力が必要な場合は、 蓄電管と並列に接続され、蛍光帯でコーティングして、金属板を取り付けていない第二の管が、表示装置として使用された。このメモリは、イギリスのマンチェスター大学で開発され、同大学で開発されたコンピュータマンチェスタースモール、スケールエクスペリメンタルマシンが1948年6月21日に、 初めてプログラムの実行に成功した時のプログラムを記憶する媒体として使用された。実際のところ、マンチェスターベビーのためにウィリアムスカンを開発したのではなく、ウィリアムスカンの信頼性を実証するためのテストベッドとして作られたのがマンチェスターベビーだった。トム・キルバーンが218の最大の約数を計算する17行のプログラムを書いた。 大学の伝説では、これが、キルバーンが書いた、唯一のプログラムだったとされている。ウィリアムス間は、使用時間とともに信頼性が低くなる傾向があり、ほとんどの装置は、手で調整する必要があった。対照的に、水銀遅延管メモリは遅く、ビットがシリアルに提示されるため、プログラミングが複雑になり、真の意味でのランダムアクセスではなかった。 遅延線もまた手作業でのチューニングが必要だったがデータレート、重量、コスト、熱、毒性の問題があったにもかかわらず初期のデジタルコンピュータではそれほど老朽化することもなくある程度の成功を収めていた。しかしウィリアムス管を使用したマンチェスターマーク I はフランティーマーク1として製品化に成功した。アメリカの初期のコンピュータにもイアズマシン、 ユニバック1103、IBM701、IBM702、スワッグなど、ウィリアムス缶が使用されていたものがある。ウィリアムス缶は、ソ連のストレラマイナス -1 や日本の TAC でも使用されていた。ウィリアムス缶は、次期コアメモリが登場する1950年代前半まで用いられていた。ありがとうございます。